皆さんこんにちは。地元を歩こうお気軽ウォーキングの時間です。皆さんはウォーキングマップをご存知ですか？ウォーキングマップとは、誰でも気軽に楽しくウォーキングができるよう、市民の皆さんの身近な場所の見どころポイントを載せたマップです。市内の各地区ごとにあるウォーキングマップは、健康づくりを身近な地域の中に広めていく活動を行うボランティアの健康づくり推進員、食生活改善推進員の皆さんが中心となって作成しました。さて、今回はどの地区を紹介してくれるのでしょうか？はい、今回は雀宮地区に来ています。そしてこちらがウォーキングマップを紹介してくださる雀宮地区健康づくり推進委員会の皆さんと、会長の中林紀子さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介していただくのはどんなコースなんですか？はい、雀宮地区のウォーキングマップは、健康遊具で筋力アップ楽々コースと名付けています。コース内には4月は桜、5月は富士と、自治会の協力により四季折々の花が楽しめる雀宮児童公園や、さまざまな健康遊具で筋力アップもできる雀宮上原公園があります。歩き始める前に自分で体調をチェックし、もし少しでもおかしいと感じたら、その日は無理をしないようにしましょう。また治療中の病気がある人は、必ずかかりつけの医師へ事前に相談しておきましょう。そしてウォーキング中はこまめに水分を取りましょう。それでは体調も万全だし、補給用の水分も持ちました。早速出発しましょう。でも良かったですね、天気も晴れて。そうですね、もう絶好のウォーキング日和ですよね。そうですね。あそこも緑が見えますよね。 あそこ公園です。はい、結構広いんですね。はい、ここです。はい、ありがとうございます。雀宮児童公園、結構お花とかも咲いてますね。今日ね、今の時期はちょっと桜も富士も満開ではないんですけど、想像していただいて、これすごい大木ですものね、桜のね。そうですよね、こう満開になると綺麗ですよ。そうなんですか。すごい背も高くて幹も太くて立派ですね。自治会の方が花を管理してくださっているので、四季折々の花が楽しめることになっています。どの季節でも楽しめる。そうですね、はい、でここはミニウォーキングコースができてますので、はい、じゃあちょっと歩いてみましょうか。あ、ちゃんとなんか道もこう作られてるんですね。皆さんきっと健康管理に関心のお持ちの方がたくさんいらっしゃったので、それでこのウォーキングコースができたんだと思いますけれど。よく皆さんここでゲートボールなさったり、ここウォーキングしたりしてますよ。自治会の方が今お花の手入れをなさってくださってますけれども。こんな朝早くから。そうですね。そうなんですね。すごい。お花がすごい綺麗です。こんなにすごい、こんなに早くからやってくださるとは私も思ってもみなかったですけど。ありがたいですよね。ウォーキングを続けるとストレスの解消や脳の活性化に効果があります。また夏は特に朝晩が涼しいとは限らないので、その日の気候に合わせて歩きましょう。
なんかウォーキングしてみて変わったなって思うことってあります？風邪とかひかなくなったし、いつも食事は美味しくいただけるし、食欲がないっていうことはないし、逆に困る時もあるんですけどね。そういうのが健康なんでしょうね、きっとね。この辺は地元の方に雀の宮の桜並木って言われてるんです。そんなに。ぜひ、ね、桜が咲いている時に歩きたかったですけれども、向こう側の歩道を歩くとひら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 落ちてくるんですよね、もう桜が。でも時期になるとあの歩道がピンク色になって桜の花びらが散って、で風が吹くとそれがわーっと舞い上がったりして綺麗ですよ。なんか桜もいいですけど、こう今の時期緑がとても綺麗で素敵ですよね。爽やかですよね。すごい、なんか見たことのない健康遊具が、すごい、なんか何種類も健康遊具がありますね。そうですね、4種類ぐらいあると思うんですけれども。4種類あるんですか、はい、これって普通に歩けば大丈夫ですよね。はい、バランスを取りながらステップの上を歩いてください。筋力と平衡感覚を強化します、はい、上下運動により足と背中の関節を柔軟にします。わー、なんかすごい楽しいですね。なんかどれ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 とかこうやって楽しみながら、あ、そうですねこれはまっすぐ前を見た方がいいですね、きっと。下を向くより前を向いて、ハンドルを掴んでクランクを回します。そうですね、はい、心血管の環境を良くし、同時に肩、肘及び胴体の筋肉の柔軟性を強化します。すごい、なんか強化されてる気がしますすごい。空中サイクリングですって。手すりにつかまってバランスを取りながらペダルの上に立ってこいでください。あー、すごい、なんか自転車に乗ってるような感じですね。あ、そうですね、空中サイクリングっていうぐらいだから。あ、これすごいいい運動になりますね結構ハードですよね、初めてやるとなかなかね、うまくいかないですよね。もっと止まらずに早くやるっていうのは。そうですね、ですごいなんか健康にいい気がしますそうですね、すごい。熱中症予防のために水分補給はこまめに行いましょう。また暑さが厳しい日はウォーキングを休むことも大切です。私、健康遊具とかやってみたことなかったんですけど。そんなに難しくないでしょ。もうどなたにもできるようにちゃんと説明書いてあるし、すごい簡単に楽しくできますよね。そうですね、いや、すごく良かったです。でもあんまり暑い時期は利用してる人がいないので、皆さんにもっと利用していただけるといいと思うんですけれどもね。そうですよね、もっとたくさんの方々に、そうですね、はい、やってもらいたいですよね。すごい体に効いてる気がしました。それは何よりでした。体が軽くなったような気がします。やっぱり、まあ、一人で歩くのもいいと思うんですけど、こうやって推進員の皆さんと歩いているとまた違う楽しさがあります。そうですね、今まで全く知らなかった人とお友達になってランチに行ったりお茶したり、すごくそういうことが楽しいですよね。だんだん、ね、年取ってくると家の中だけで近所の人だけの付き合いしかなくなっちゃうけど、こういうところに出てくるといろんな人がいて、もう私よりいっぱい年上の方に親切にしてもらったり、
いいですよね、やっぱり大勢でウォーキングをすると、うん、楽しいですよね。楽しいですよね、いろんなサービスがね。スタート地点に戻ってきました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のコースは健康遊具で筋力アップ楽々コースということで、ステップポットや空中サイクリングなど珍しい遊具がたくさんあって楽しむことができました。さらに自衛隊の前の通りでは緑がとても綺麗でしたが、桜並木が続くということなので、また春の季節に歩いてみたいと思います。中林さん、はい、改めて今回のコースについて教えていただけますか。はい、すずめの宮地区のウォーキングコースは季節の景観も楽しめて健康遊具で筋力アップもできる、まさに健康づくりに充実したコースとなっています。ここのセンター前の桜もとても綺麗です。また地域にお住まいの皆様、健康づくりのきっかけとして私たちと一緒に歩いてみませんか。ウォーキングの他に毎月第2火曜日と第4水曜日の10時からすずめの宮地区市民センターでストレッチ体操もしています。地域の健康づくりを支える推進員も募集していますので、一緒に楽しく活動し健康になりましょう。健康になりましょう。皆さんも健康維持のためにウォーキングマップを活用してみてはいかがでしょうか。中林さん、推進員の皆さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介した地区をはじめ、宇都宮市のホームページでは各地域のウォーキングマップを見ることができます。その地域ならではの魅力に触れながら、健康づくりのため家族や仲間と一緒に楽しく参加してみませんか。もちろん一人でも気軽に参加できますよ。ウォーキングマップについて詳しくは健康増進課までお問い合わせください。